皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回やっていくのは星読み装備のアーチャー使っていきます。やっと来ましたね。魔法は来てたのにアーチャーが来ていなかった。というわけでアーチャーのね、激レアで、完全究極体、今回の初期キャラグランプリでパワーアップしてる状態で使っていきます。そして裏はもちろんサイクロスケルトン。そしてサイクロスケルトンが、やべ、魔法これ出てくるわ。優先は変えてないわ。変えなきゃ後で。で、もちろんサイクロスケルトンは、あ、もちろんじゃない。気分がですね、今回は、サイクロの気分ですね。名前が、ゼ、誰だろう、ゼロマルさんかな。さあ、星読みアーチャーかっこいいよ。まあ、マミーだね。取り手が欲しい。おー、なるほど。あ、いいね。射程相手見せたね。ラッキー、これは。これは、デビルも置きたい気持ちはあるんだけど、一回我慢だね。いいよ、ダメ、いいか、いいね。あ、ワンポンだよ。取っていく。ラッキーすぎる、それは。マジか。取っちゃうわ。めちゃめちゃラッキーだぞ。いいんですか？呪いもしていく。さあ、マーミー。いいよ、いいよ。で、ワイラか。これ、裏ワイラかな、もしかしたら。いや、これサイクロスケルトンも出しちゃおう。めんどくせえわ。どうせお前復活すんだろ。うまくいけば。死んだわ。そっから頑張れるのか君は。魔法に駆られそう。ドン。いいよ、高速。素晴らしいよ。倒しきってくれよ。いいんじゃない、いいんじゃない、とりあえず。アーチャー使いすぎて、アーチャーがいね。さて、ラストアーチャーだもん。アーチャー使いすぎ問題だね、これ。裏技剣士余るんだよね、相手スライムだから。ダメージは入ってる。さあ、落としてほしいが、落ちるか、いいんじゃない。というわけで完勝ですね。やっぱね、デビル、マミー、ここら辺はね、対魔法有効ですね。ありがとうございました。サイクロマ気分が頑張ったかどうかはちょっと不明です。さあ、続きましょう。おそらくサイクロスケルトンかな。聞いたことない声だったから。で、サイクロスケルトンのね、うまい使い方ってのがね、現状分かってない。復活する前提で切るべきなのか、気分によってね、スケル、あ、ブロドラだ、全然ブロドラだったわ。スケルトンの気分なのか、サイクロプスの気分なのかによって、使い方が変わると思うんですよ。これでいっか。ブラドラはサンドラ横当て狙い。デビル。まあ、今回のメインはこいつだからね。アーチャーの星読み。マーミーで欲しいね、取り手が。てか、できすぎてまた戻さないと。これは取れない、しょうがなし。太っちょがいたね。おお、それは美味しいよ。デビルだよ、俺。即死1枚。入れ1枚。入んないか。入れ1枚。OK。いったよ、入ったぞ、今。どんな朝倉に入ったかちょっと不明だけど、一応入ってるっぽい。いいんじゃない、いいんじゃない、別に悪くはないんじゃないの、これ。さあ、拘束して、さあ来たよ、雷蔵で妨害してるけどさ、これさ、全然ブラドラ削れなくね？ブラドラ強すぎんか？気のせい？気のせいじゃないよね。ブラドラクソ強いよね、これ。コスト使いすぎ、問題。
が起こってる。うわー、いらん剣士出した、もったいね。これサイコロ使うと切らなきゃいけないんだよな、きっつ。まあ、切るか、切らなきゃいけないしな、パンチ大事だけど切らなきゃいけない、切らないと終わる。さあコロコロコロと、なんとかなんとか、これ不明すぎる。そこはアーチャーでやれるじゃん、すげえなマジで。そこもやれるじゃん、取った。さあいけるのか、最終的にアーチャー流れてるけど全部対応で吹っ飛ぶ。ちびぴくもスキル打ったら仕事なくなる。入っていけ、間に合うんだ。サイクロスケルトン使えるところがむずいな。てか、サンドラ負けたんだけど、ブラドラに。横当てしに行って。まあ、ブラドラ多分寄ったのかもしんないけど、ブラドラ強すぎんか？びっくりした。まあ、さすがリーダーだね。ありがとうございました。さあ、続いていきましょうか。お相手が、魔法使い。魔法か。まあ、サイクロスケルトンね、サイクロな気分でビームの火力が上がって、飛ばした首が、より長く向こうで戦ってくれるらしいです。らしい。まあ、それがどれぐらいの効果があるかちょっとわからないんだよね。どれぐらいね、恩恵があるのか。俺がやんぜ。ブラウザ行かなくていいや。こうで行こう。なんで飛ばないのそれ、意味わかんないんだけど。いないじゃんかキャラ、それはやばいね、さすがに飛ばないのは。で、ここはやってもらうじゃん。なるほど、ちょっと待ちだねこれ。倒しきってほしい、 OK 十分だね、流れは悪くない。取ってほしいが、ナイス、素晴らしい。後ろはねアーチャーいるんで大丈夫だと思うんだけど、俺マイコロで一回ワンパン入ってんだよな。大丈夫かな、大丈夫だね。でロボガがね上に行ってほしいんだよね。まあ行くね、さあ迎撃形態にしちゃおう。サイクロスケルトンできてるよ準備、倒しに行くか。火力だろお前今回担当は。うん、関係ないねロボガが強いね、めちゃくちゃめちゃくちゃロボガが強いね。おずると、マジか。うん、しばくかちゃんと。後ろも守ってるし前も守ってるな、偉いな相手。結構余裕がありそうだな。いや前後ろ守ってない、守ってるよな。首ビーム、うん、これはねロボが強すぎた。別にサイクロスケルトンどうこうではない、ロボが強すぎたわ。うますぎだろマジか、激うまなんだから。はい、それではいきます。お相手サイクロプスで、一応サイクロスケルトンはサイクロプスに対しての耐性を持ってます。まあ一応強しってことですよね。ただ相手のサイクロプス今期ね初期キャラグランプリやってるんでパワーアップしてるんですよ。でこっちが裏のサイクロスケルトンなんで、まあ勝てないんじゃないかなとは予想してる、さすがにね。行こうか、普段だったらね行かない札、プリキュアが強化されて砦を削れるから行ってもいい札、普段っていうかね前までだったらね。
さてと。大砲ありがとう。取れなかったが、それはね、美味しくね、取られちゃったけど、めちゃめちゃ美味しくないか、気のせいか。だってアーチャーいるだろ、やれるだろ、やれるし、ゴリが良かったしてんだろ。 OK、 いいんじゃない。このラインをどうするかだな。ここはとりあえずプリキャー、タゲずらして、 OK、 プリキャー強。キラービーあんま置きたくないんだけど、置くか。ここもキラービーだね。あ、ダメージ入っちゃった。マジか。そんなに入るんだ。まあでも後ろもきつそうだから巻いて。俺はこれで前に行く。時間はある。ゴレガがね、すげえ頑張ってる。プリキャ強すぎる。なんだプリキャ、お前何をやってるんだ一体。とんでもないことやってるなお前。もう一回撃ってこいよ。俺はウサギがいるぞ。撃てないぞ絶対に。さあひっくり返ってなお帰ってきたやつは、で強すぎるだろプリティキャット。マジでやば、プリキャが救ったぞ今の。プリティキャットめちゃめちゃ無双したな。スキル打ちすぎだお前、頑張りすぎだ。さあラストいきましょうか。ラストお相手グリドラリーダー。またあれかな、グリドラね弱体化受けたけど、それでもね出てくるんじゃないかなって思ってる。グリドラメタカがいつものサイクロスケルトンで対応できるかどうか知らない。どうなんだろう。いやーこれで対応できるのか、それも分かんないな。あーいやーどうなんだ、やってみるか。レードラはね信頼してるんだよね。剣しか頼まない。これ可能であればやりたいのは、肉食いたいさんや。レードラで吹き飛ばして、こうだね。え、超美味しいんだけど、デブで有効だよそれ。もう全然いい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 。ウェルカム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 、ウェルカムすぎる。スキルでメタが、お前が撃ったら俺の勝ちだ。戦いに行くかも。これは他はもう任せよ、信用しよう。キラビーを相手おった、一体大型いないし。まあいいんじゃないこれで、流れは完璧だと思う。というわけでね、いけるでしょう。10個差たまんないね、さすがに。10個差めるとね、強 P が1ポイントね、ボーナスでもらえるんだけど、さすがにそれためるのは無理だ。感じ勝利。ありがとうございました。まあ、メタ側をね、うまく流してって感じだったね。まあ、2回目のレードラ置いた気がするけど、2回目のレードラいらんかったな。1回目のレードラ出して、それは良しとして、次アーチャーでよかった。
はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。星読みアーチャーでございました。いかがでしたでしょうか。見た目はめちゃめちゃかっこいい。で、アーチャー自体もすごい強いよね。俺魔法の方が好きなんだけど、見た目はこっちにもかなり好きかもしれない。強さの話ね。強さの話は俺魔法の方が好き。デキ設定も最後まで変えてなかった。めんどくさくて。魔法優先枠にしてるんだ。で、アーチャー補欠にしてんだけど。まあ、どっちを使ってもいいと思う。でも、使うのは片方ね。両方は絶対にない。両方とも選出される状況は一番良くない。選出も片方だけでいいと思う。そんな感じです。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。